日本の女子アナ界のエースです長野智子さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。よろしく。最初の僕は1回しか涙流したことないんですけど、うん、はい、まあちゃんとそこで、ね、あのちょっと涙流してるところを長野さんが来て間もなくだったなというの。それは間もなくです、ね、本当に、ね、うん、あの数回目でいきなりメインキャスターが隣で泣き出して、うん、あれどうしようと僕はでもあれは1回だけなんだよそれ、ね、いやだけどその涙が私はもうすごくなんていうのかな、はあ、日本の報道の世界にこういう熱いキャスターがいるんだと思ってあの隣で感動した方が戸惑うよりはびっくりしましたけど戸惑うよりは感動した気持ちの方が強かった。それだけこう取材対象に気持ちを入れて、うん、あの取材をされているキャスターの方がいるんだなと思って、いや、まあ、あの感銘いたしました。お互いにいろいろありますけど僕の長野さんのでも説明した方がいいんじゃないですかその話。当時私が入った頃にあの本当に国会でテレビ中継でもテレビ朝日のザスクープという番組がずっと追っていた事件っていうのを国会議員が言って法律をこう決めていくっていうのを私は見てたんで、うん、だからすごい番組だなと思ってて、うん、でそれをずっとこの鳥越俊太郎さんとイカスタの方があの伝えてたんだっていう思いで私も緊張してその回臨んだんですけどそして臨んだらばいきなり泣き出したねうわーと思ってもう思い募って、うん、猪栞さんっていう方がまあ亡くなられてそのご両親にずっと鳥越さんがもうずっと長くそのマスコミをすごく不審に思っていたご両親を手紙で寄ってその私たちは絶対警察の対応がおかしいってもうあの訴え続けてそっからこの解明が始まったっていう。そうですね。でわもう報道の力ってすごいんだなっていうのを感じたのがもうその私はそこでもうまざまざと感じました、うんうん、だからあのまあそれでもあのまあ僕らのような番組少ないっていうかないんだよね。ないですね。他にはなかったですね。あの要するに基本は僕はもうずっとその、権力というね、うん、国民の税金で仕事をしてる人たちがねそのちょっと変なことをするのはちょっとそれはダメでしょうとそれはちゃんと監視するのがそのメディアの役割でしょうっていうのがあったので、うん、まあ冤罪事件とかねあの、はい、そういうのまあ警察のおかしいことをやったらそうやっちゃってよがるとであんまりそういうのテレビ、まあ、今もそうはないと思いますけどやってたので、うんうん、長野さんがそれを最初に見てどういうふうに見たのかなというのがちょっと僕はずっと気になってて、やっぱりでもすごいその時に私は報道の力っていうのかな、なんかかなり初期の段階で実体験をさせていただいたっていう感じがして、うん、あのその時に多分鳥越さんが泣かれた回は猪栞さんのご両親のインタビューとかが流れたと思うんですけども、まあ、娘は2度メディアに殺されたっていうことを、やっぱり1回目はその事件が起きた時に詩織さんのことがバッシングされて不当にでそれで殺され、そしてまたその後にどん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 その週刊誌報道とかで彼女のキャリアとかをいろんなことでもう何度もだから殺人で殺されメディアに殺されたって言ったな失礼、あの詩織は殺人で殺されてメディアにも殺されて2度殺されたっていう、だけどもそれを救ってくれたのは鳥越さんで、いやでもね、うん、全然会えなかったんですよ。だから放送あの放送でも会ってないですから、その後会いますけど、うん、あの長野さんが見た回出た回、うん、最初に、うん、あの時はねまだご両親電話でしか話してない、うん、あれでも私連れてっていただきましたけどまだ会ってないと思います。なんかもうすでに鳥越さんは私が入った時にはあのご両親とご自宅に、ああじゃあもうその時期か、はい、うん、で私一緒に連れてっていただいてご挨拶させていただいた記憶があります。あのでもねあの最初のあそうか、うん、一発目はあれ朝日さんだから朝日さんの時やった時はもう全くあのお父さんもお母さんもあの会えないと会わないと言って、うん、もう一切会えなかったんですよ、ね、だから映像はないんですよ、うん、そうですよね、電話でしかないんです
そうです、ね、しかも電話の音声もないんですよ。そうですよ、だから電話で僕はずっと聞いて話を聞いて、あの初めてご覧になる方のためにちょっと分かりやすく説明すると説明するその桶川ストーカー事件というのが起きて、猪汐さんという方が殺され殺害されたっていう経緯の時に、敵の前で、ね、ご両親がその人に殺されメディアにも殺されたという完全なマスコミ不信に陥った時に、鳥越さんは多分1年ぐらいかけてポストに手紙を入れて、警察の対応がおかしいからあのお話を聞かせてくださいっていうのを言ったんだけども、一切猪野さんのご両親はマスコミ不信なのにそれを受け入れなかった。だけども時間が経っていくにつれてご両親自らがあれ警察おかしくないかって思った時があって、で何かが変だって言った時に、そういえばずっと熱心に手紙を自分たちに送り続けてくれたジャーナリストの人がいたから連絡してみようかってご両親が思って、本当に随分経ってから、いやその1年とかそうなの、オーバーオーバーなことはないですよ、うん、1999年の10月25日か、うん、事件26日事件が発生、うん、でそこからいろいろわーっと書かれて、うんうんうん、で僕らが放送したのが2000年の3月だから、あそうなんですね、まあ、4、5ヶ月で、ね、あそうですね、で僕が手紙書いたのはでも2ヶ月ぐらいですかね、ずっと、まあ、報道の番組をあのアナウンサーのは仕事は別として、はい、あの現場に取材に行ったら結局自分で考えなきゃいけない、あそうです ね, ね、はい、確かに、で僕はもう長野さんにそれをぜひやってほしかったから、はい、覚えてるかどうか知りませんけど、あの911の時に中東に行ってくれた、はい、もうあれはもう鳥越さんのおかげです、本当に。あれ何年だっけ、あれはだから2001年の9月なんですけど、す、ね、11日、91日ですよね、そう今でもあの忘れられないですね、あの夜日本時間の夜11日の夜、ちょうどほらニュースステーションやってる時だったと思うんですけども、もう生で突っ込みましたよね、突っ込んで、で私そのまま荷物まとめて夜中に行きましたね、テレ朝、夜中って言っても朝の5時ぐらいだと、はい、でまあ本当はね、僕は自分であの中東は現場何遍も行ってるから、はい、場所も分かるし、あパレスチナ、そうですそうです、それであの9月の11日の明け方にそのテレ朝に行って、私は敵にニューヨークに行くと思ってたんですよ、ね、うん、そうしたらばあのずっとそのあの打ち合わせしてる間にニューヨークが閉鎖になっちゃって、うん、マンハッタンに入らなくなっちゃって、じゃあどうしよう今週の中継って会議が始まった時に、うん、鳥越さんがそのずっとモニターのテレビを見てて、うん、ずっとアメリカ側からの視点のニュースしか流れてないから僕たちは中東からやろうって急におっしゃって、うん、で僕中東何度も行ってるから、じゃあ長野さん行ってきてって言われて私ですかって言って今でも覚えてます、その衝撃を、はい、行った先はパレスチナ、パレスチナ、ガザじゃないよね、ね、その時にはガザじゃなくて、あのパレスチナの方でね、はい、パレスチナに、で、とにかくそのテロの首謀者のオサマ・ビンラディンの怒りの原点がパレスチナであると、うん、だからその怒りの原点に行って、で長野さんが見てきて、それで中継してって鳥越さんに言われて、だ結構大変だったよね、 銃撃の音がバンバン聞こえて、私今でも覚えてるんですけど、あの、まあ、その時も結構インティファーダ、第三次インティファーダとかで結構な感じだったんですよ、パレスチナも、うん、あの大衆蜂起みたいなやつ、でしかもプラスその前の晩にバンバンその世界貿易センタービューに飛行機旅客機がこうぶつかっている中で、次の日に飛行機に乗ってパレスチナに行くっていう、ああそれって大変だよね、それで私っていうような、ちょっとね行かなきゃいけないと思ってるんですけど、若干動揺してたのを見過ごさず今でも覚えてるんですけど、怖がってるだろうってすっごい言われたの覚えてます、でも私あ悔しいと思って怖くありませんとか言ってそれで行ったの覚えてますけど、ね、そうですね、めっちゃ怖かったですよ、怖かったよね、はい、だからな、まあ、はい、あそれはあの飛行機がぶつかる直後だからね、そうですよ、うん、しかも案の定パレスチナ行く飛行機の中って旅客乗ってる人たち全員お祈りのポーズなんですよ、あイスラエル航空で行ったんで、イスラエル航空で行ったのか、あ一番標的になるわけ、直後にイスラエル航空ってっていうんで、みんな祈りのポーズの中でガクブルで行きました、怖いでイスラエルのロット空港へ行って、はい、それでパレスチナに入って、パレスチナに入ったんですね、であの結構あれですよ、だから結構なんか銃撃の場面に
はいはい、そうです、慌ててなんかこう逃げて、逃げました逃げました。だから今じゃありえないですね、あそこに私とかが行って取材するの、うん、あの時の江野さんです、江野か江野夏平さんですね、はい、江野くんだったので、ね、なんかねデモに巻き込まれて、巻き込まれたんだよね、あのそれで投石騒ぎで、あの大騒ぎになっちゃった時に、そのなもう課長に入っちゃったんだよね、遠くの方で長野さん逃げてって江野さんの声が聞こえたんですよ。こう もみくちゃんになりながらえって言って、私がパッて見たらもうすっごい遠くに走って逃げてるディレクターが逃げるのか、ディレクターがいて私置いてかれてちょっと待ってって言ったりとかね、結構大変でしたけど、うん、まあでもあの私アメリカで生まれて、アメリカで5年半住んでアメリカが大好きで、アメリカしか知らなかったので、うんうん、あの中東でのパレスチナの取材の体験は後々もう本当に私にとって大きな経験になった、だね、はい、だ僕も中東に行ってすごく、うん、あのカルチャーショック受けましたけど、はい、やっぱりあの世界はまあ仏教の世界とそれからキリスト教の世界と、まあそういうのは知ってるんだけど、そのイスラム教の世界ってほとんど僕知らないわけですよね、日本人知らないじゃないですか、そうですよね、であそこ行くとねイスラムですから、なんでこの人たちはここまでねこうやって戦ってるのかってわからない、僕も最初もびっくりしましたよ、イスラムとの接点が。そうですね、でも私とがお会いした時にはもうプロだったから、中東のそれもすっかり駐在されてて、テヘラン特派員やってたし、だから今でも覚えてるのが本当にその私がパレスチナに飛ぶ前に9月11日12日かあのCNN とか FOX とかアメリカのニュースの垂れ流しだったんですよね、日本の報道がもうそれしかできなくって、 その時に鳥越さんがその画面をずっと見ながら、まあ、報道が横並びであると、うん、でポツンとアメリカだけが正義なのってこうおっしゃったんです、うん、でやっぱりあのテロ事件ってどう見てもアメリカは犠牲者だし、うん、アメリカ人かわいそうだし、なんてひどいことをするんだテロリズムって思って、怒りが私たちもすごいふつふつとアメリカ側だったんだけども、うん、そこでこう鳥越さんが報道が横並びでアメリカだけが正義なのかっていう問いかけって私たちにとっては衝撃で、えって、だけど鳥越さんはやっぱり今だけじゃなくて過去の歴史遡って、これまで中東諸国に欧米がやってきたことっていうのを踏まえて、もっと冷静になって物事見なきゃいけないということをあの瞬間に言われた時に、あやっぱなんか報道って本当に すごいそういう視座がねたくさんないとできないものだな。いや僕はたまたまね、中東テヘランの特派員をしたことがあって、うん、で僕の中でやっぱり価値観の相対化っていうのが起きてて、絶対的に例えば僕仏教の世界に座っているけど、あのキリスト教徒であって、あこれが価値観を生み出す元だなというふうに生まれて育ってきて、で仕事もしてきて、もうテヘラン行った時ものすごいショックだったし、だって女の人は顔を普通に出せない、で僕はあの髪長かったから2回か3回逮捕されてますからね、紙を出してるからここでやられてました、タクシーに乗ってる時も捕まりましたし、だからものすごいカルチャーショックを受けて、何なのそのイスラム教徒は、こんなに人々のね心をこう捉えてる宗教って何なのか、でもこれは彼らの正義っていうのはあって、それとアメリカのキリスト教の世界ともう全然違うし、どっちがいいとか言えないというのが僕の中で、もう相対化がこうすごく起きてて、でその後ですごい僕の中では大きなこう僕も転機になりました。でもその鳥越さんのおっしゃってることって実は今の報道でもすごく必要なことで、あのやっぱりどう見ても例えばその9/11の時も日本人の方も犠牲になってるし、どうしたってイルスマジですよ、イスラム過激化で、ね、でもちろん絶対許されないし、だけどもじゃあそこで単純に報復だってなるような論調って実は今も SNS で起きてることなんですけど、でもじゃあそこで私が実際に鳥越さんに言われてパレスチナに行って最初に出会ったインタビューが、子供たちが喜んでて
で私がカメラと一緒になんで喜んでんのって言ったら、うん、アメリカでこういう事件があったって言って、私もすごい頭にきて、うん、あんなにね無実の人たちがたくさん亡くなってなんで私喜んでんのって聞いたら、その子たちが私にここでも毎日無実の人がたくさん死んでるよって言ったんですよ、うんうん、でちょっと待てよと思って、あ、鳥山さんの言ってることってこういうことなのかなって、なんかだからやっぱりこうものすごく物事って白黒でつけられなくて、ものすごく多層的でグレーでどっちが正義かわからないみたいなことのニュースって繰り返しな中で、なんかどうやって自分がこう報道していけばいいのかっていう視座をすごくこう教えていただいた経験だったんです。あれはそうですね、だからそれはもうある程度ちゃんとバランス取らなきゃいけないわけですよね、報道の中では。こっちだ、じゃあイスラム教に全部立っていいかというと、それもまた部分が違うんです、ね、違いますよね、だからそこはもうあの時もう本当に日本は CNN とかアメリカのニュース全部垂れ流していたから、それはもうあの日本人の感情的にもこれとんでもない報復だっていうふうに分かったんですよね、日本人が考える。でそう、それあの週の最初に行った週の中継、私パレスチナからそれで中継することになった時に、私がそのこうこうこういうことがありましたと、さっきお話ししたみたいなインタビューで子どもたちがこんなことを言っていたという、うん、で今はもうアメリカは報復すべきだっていうことになっているけれども、これは報復をしたらば絶対に血の連鎖になってまた同じことがね繰り返されるだけだから、それはやっぱりあの冷静になるべきだみたいなことを中継で言ったんですよ、うん、で戻ってきて日本に、で鳥越さんがあれ絶対言えなかったでしょ日本にいたらっておっしゃって、多分その横並びのアメリカは絶対にかわいそうだと、あのそれだけのニュースの中であれだけのことを言えないと思うと、でやっぱりそれは長野さんが現場に立ってそういうことを見たから自分の心の中から出た言葉なんじゃないのっていうことを鳥越さんに言われた時に、ああだからニュースって現場に行くことが本当に大事なんだなって本当に教えていただきました、ありがとうございます。それで私ちょっと今日鳥越さんに聞いてみたかったものがあるんですけど、はい、やっぱりその鳥越さんの薫陶を受けて私もニュースをやって、はい、やっぱり現場で取材をすることって何より一番大事、現場主義っていうね、はいはい、それも身に染みてさっきお話しした9でもでも思ったし、その後もそうなんで、私それでずっと20年やってきて、でコロナになったじゃないですか、はい、で私テレビを卒業しても結構自分でいろんなところに行ってたのが行けなくなっちゃったんですよ。行けなくなった。で割とこう絶望に近い感情を抱いたんです。もう現場に行って取材をするということがなかなかできないんだなっていう時に、同じあのそのこういうメディアの関係の仕事をしている人たちと話してた時に、ある人から言われたのが、そもそも現場に行く必要ってあるのって問いかけられて、で私えって言ったら、こんなに SNS が発達している世の中で当事者が現場の状況をガンガン発信している時に、記者がわざわざ現場に行く意味あるのって言われて、私はもう衝撃を受けたと同時に、そうだよなって思ったところが一瞬あったんですよね、うん、でこれってさ、やっぱりこう自分がこう憧れてやってきたものの変化を今すごい感じて、報道でそれ鳥越さんはどういうふうにご覧になってるのかな、うん、それは SNS はね、うん、当事者でもあるだろうし、うん、当事者でないかもしれないし、まあ、いろんな人がいろんなことをあのオピニオンとか、うん、ファクトも含めて、まあ、出てくるのは間違いない、うん、だけどそのニュースをちゃんと裏も表も取材して伝えるキャラクターではないんですね、その人たちはみんな素人なんですよ、うんうん、だから、どこまでちゃんとした情報を流してるか全くわからない、うんうん、もう本当に白もあれば黒もあると、でそういう中でちゃんとプロフェッショナルな訓練を受けた事実をちゃんと掘り下げていくプロが現場に行って、ちゃんとこれは自分のプロの目で見て、これはこうだよねというのを伝える意味は僕は絶対あると思います。僕こういう時期だからある。そうなんです。それでね、うん、例えばそのニュースの伝え手としてのプロっていうものがそういうことをすること私もすごく大切だと思うし、そういう仕事に憧れるんだけど、一方でそういう人たちも
いらなくなってきてるっていう現実があって、うん、っていうのが例えばテレビ番組のニュースでも何でもそうなんですけども、もうキャスターとかはプロじゃなくても芸人さんでもいいんですよ、まあ、とてもおしゃべりが堪能でまとめる力があって頭のいい方たちがされてるので、そうなってくるともう必要になってくるのはその現場に行ってニュースをきちんとやる専門家の伝え手ではなく、むしろ専門家、医療であったり、うん、もうそので起きた事件事故に対するそれぞれの専門家がいて、で別にプロではないけれどもとても敷居のうまい芸人さんとかっていうことがいれば成立してしまうっていう。今コロナはみんなそうだよね、うん、医療専門家は全部で、うん、まあ今オンラインでやってるから、うん、スタジオも来ないですね、うん、で整理してます。その通りです。そうなの、うん、でね、私はもうそういう時代なんだろうなと思ってまあ、納得もしてるんですけど、いや僕はだからあえて僕言えば違うと思いますね。あ、そうですか、うん、ぜひぜひ。医者は医療の立場で言ってますけど、はい、ね、うん、彼らにはやっぱりものをニュースを伝えるプロフェッショナルではありませんから、うん、医療の専門家であるから、はい、まあ、そう違うと思うんですよ。なるほど。つまり何が違うかというと歴史観がないんですよ。あ、なるほど。一番大事なのは歴史観なんですよ、はい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 、で歴史観とか姿勢観とかね、うん、要するに大きくちゃんとものをこうファクトをちゃんと捕まえた上で、うんうん、それ歴史とか人気、うん、人間の死んで生きていく、うん、生きて死んでいくその死生観とか、うん、歴史観とかそういう大きな旅でちゃんと判断をして、うん、これはこうだよねっていうことをちゃんとニュースとして伝えていく、うんうんうん、意味は僕あると思うんですけど、はい、今の日本のテレビのその仕組みから言うとそういう人は求められてないっていうのは、うん、そのとおり。いやでも本当にすごく分かります。歴史観、ニュースにとって歴史観がどれだけ大切なのかっていうのは、僕は戦時中のことを多少知ってるわけですよ、はい、同じなんですよ、うん、非国民って言われるのは、あ、つまり非国民の歴史ってのがあるわけですよ、うん、知ってるわけ、うん、つまりもうねちょっとなんかみんなのやってることが外れたことをすると、うん、非国民お前、まあ、つまり戦争に戦争僕行きたくないとか言ってる人は非国民ですから、つまり戦争反対は言えない、もちろんもう捕まっちゃうから全部、うん、刑務所法律も戦争反対なんか言う人はもう政治家だって思想家だって小説家だって誰も言えなかった、まあ、で町内会っていうのが隣の組があって、もうちょっとでもおかしいことをしてる人はもう全部非国民って言われた、歴史を僕たちは持ってるわけですよね。ところがね、まあ同じように来てるなと。なるほど。マスクしなしたら非国民になっちゃう。もう1分1秒その自分が信じてやってきたことが変化していくっていうのを身にしみて感じる。だからさっき の現場に行かなくても当事者が発信するじゃないから始まって、だその中で自分のやりたいこととか伝え方っていうのをどういうふうにしていこうかっていうのはすごい考えたんですよ、この1年半、うん、だからもうもしかしたら自分が本当にすべきことっていうのは一つだけ分かってれば、つまり報道っていうのは例えば権力の監視役であるとか本当に大事な一個を守ってれば、どんなプラットフォームであれ、どんな伝え方であれ、どんな変わり方をしてもなんだろう、楽しいんだなっていうか、うんうん、そういうのすごく考えるようになったんです、うん、それでね、もう世の中的には、まあ、変わってるんで、うん、もう今俺とか長野さんがそういう立場を言ったところで、うん、聞いてくれる人がいないかもしれない、ひょっとしたら、まあ、何人か聞いてくれるかもしれない。でそれはそれ私は悪いけど私はもうちょっといますそうですか。でも それはもうね結構いる、うん、だからまあ僕はもうね、うん、僕は言ってもおそらく僕の言ってることはそんなに聞いてくれる人はいない。こんなにスタッフいっぱいいるじゃないですか、うん、いやそれはそういう時代はあるわけでね、うん、でそのたまたま僕はそういう時代に生きたということなので、いやでも私の言ってること今鳥越さん体現してますよね。
あの YouTube っていう形でこうやって自分のおっしゃりたいことを発信するっていう、はい、うん、そういうことだと思います。私テレビが大好きでテレビ出身で、うん、テレビと共に生きてきた人なので、 そうですよね、その人間がプラットフォームを変えたりとかその自分の伝え方を変えていくっていうのは結構なやっぱりあのなんていうのかなあの、まあ、転換点だった、うん、そうですね、うん、だからもうテレビというのはやっぱり基本的にそのコマーシャル CM の料金で、うん、あの成り立ってるわけで、そのスポンサーがどっち向いてるかで、うん、でやっぱりその伝えられることも伝えられることも決まってくるところがあるじゃないですか、うん、どん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 そうなってるから、うん、僕らがやってる頃はまだかなり自由があったんですけど、はい、今はもうね警察の裏を探ったり検察の裏金をやったりできないんですよ、うん、おそらく、まあ、世の中ちょっと言い切っちゃうとさ寂しいですけどできないと思いますね、まあ、頑張ってる人たちも結構いますけどね、うん、あのスローニュースとか、ああ、うん、だからそれはその瀬尾さんとか、うん、場所が違うのね、テレビじゃない、あ、うん、テレビがかテレビは難しいのですかね、難しいですね、だからもう場所がどんどん変わってて、だから僕 YouTube に僕はやってるわけで、いやだからね私心の底から思うんですけど、もう、まあ、いわゆるその日本は電波法でそれで免許があって放送法4条でっていう世界でずっとやってきましたけど、もうそろそろアメリカみたいにもう多チャンネルでもうケーブルでっていう時代になって、なりましたね、アメリカの FOX だとか NBC だとか CNN みたいに新聞と一緒に新聞のようにその免許制じゃなくて新聞のようにこうそれぞれがそれぞれの立場で報じることができるシステムになっててもいいんじゃないかな、テレビ局にあって、うん、まあ、日本はまだ ね一応免許制だからね、そのテレビの場合は、うん、だからこの局はそういう検察とか警察の中にガンガンやりますよっていう局、それに賛同するスポンサーがくれる、だけども別の局はちゃんと政府寄りでスンパってやってるとか、なんかもうそういう時代になってきてるのかなって、そうですね、だから、うんうん、僕らが知ってるテレビの時代はもう過去のものとなって、今は本当にあの、ネット社会になってやっぱ変わりましたね、うん、変わりましたね、それは、うん、それは、うん、だってあのニュース源っていうのはさ、うん、新聞とテレビとラジオぐらいだったわけじゃないですか、うん、国民がみんなが耳にしたり目にしたりするの、うん、それがガラッと180度変わっちゃったもんね。そうですね、もうテレビなんかもう相対化されて、うん、テレビ何それっていう、いやそれよりもこっちの方はって話、受け手の側からすれば好きな時間に自分の見たいものを選べて見られる方に行くに決まってますよね。そうですよね、うん、だからそれはもう、うん、あの仕方のないことだと思いますよね、うん、まあ、ちょうど僕はもうそう一つの時代が終わって次の時代が新しく始まる、うん、そのぐらいであのテレビから足を洗っちゃったので、はい、まあ、ちょうど良かったんですけどね、僕は次の時代にだからこう YouTube やったり、まあ、ウェブマガジン準備毎週1回書いたりしてますから、うん、それはそれでどれだけの人が見てるかは分かりませんけど、まあ、自分的にはあの時代とともに生きてるという気持ちはあるので、うん、いや本当にそう思いますよ、うん、もうこれから自分の好きなものを選んで見る時代だし、それができる発信者はすごく強いし、あとやっぱりあのなんていうのかな、いい時代、テレビ一番、テレビというメディアが一番いい時代に出られてよかったですね。そうね、最後にね。いやもうね、それは本当に思います。楽しかったなと思って、かあそこまでやれたんだね。そうですそうです、だからもう本当に楽しかったなっていう、あのやりたいことを やれてノーとはあんまりほとんど言われなかったですよね。ね、うん、そうですよね。だからまた新しいメディアですごい楽しめるし、だからまあそれはそれでよかったなと思いますけど、うんうん、まあ、だからって言って、ね、あの終わるからって言って僕は嘆くつもりはないんで、うん、ただ一つの時代が変わっていくんで、はい、僕も歴史をずっと学んでた人間としてはもうね、うん、その一つの時代を生きてる人はね、もうそこだけで生きてるから、ああ大変だとか、コロナ大変だとかって言うけど、人間の何千の社会歴史を見てくれる、それはほんの微々たることじゃないですか。またそこに戻りますね、話が。戻るんですよ。やっぱりその歴史をちゃんとね、うん、あの知って
ている人ができるだけそういうメディアの場にいてほしいというのは僕はあるんです、希望としては。そのなんか今目の前で起きてることだけで大騒ぎするんじゃなくて、それをちょっと歴史的に時間的にこう相対化して、ね、これが絶対じゃなくて実はこれはこういう側面もあるんだよっていう話をできる人がね発信してほしい。それはもうでもその通りだと思います。ただその今起きてることを俯瞰してっていう歴史観も一つあれば、私が今必要な歴史観っていうのは今点で起きてることに対してなんでそこに至ったのかっていうのを知っている人が、うん、そうですね、いてほしいなっていうのは、そのそっちの歴史観は今すごい必要だなと思って、必要ですね、点のことについて本当にみんなが全くここの過去の部分を前提なしにいい悪いで判断することが続いているので、やっぱり そこでこのここに至った 今のウクライナもそうですよ、うん、まさにもう現場を見てくださいという意味は、うん、そういうの、ね、現場行くと分かるんですよ。そうなんですね、そこなんですね、成り立ちが、うん、はいはい、ニュースの成り立ちが、はい、現場からで生まれてるんで、はい、それはもうだからもうあそこパレスチナ行ってもらって本当によかったなと思ってます。ありがとうございます。いやいや本当に、いやね、あそこ本当にありがとうございます。僕はあの映像をよく覚えてます。なんか節目節目でやっぱり鳥越さんは私にものすごい経験をさせてくださったの本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや長野さんにそう言われると本当に嬉しいですけど、いや本当です、もう心から感謝します、うん、いやだって僕は、今でも最初に言ったけど長野さんほど幅広いね、そのメディアの世界で躍動してきた人いないわけですよ。それはお笑い、ひょうきん族からねハッフポストまで、しか今もっとやってる人なんか、今は国連の UNHCR 協会やってます、まあ、ここまでやってる人いないですよ、日本の歴史の中で。ありがとうございます。あ、報道でいろいろやった人、女性はいますよ、うん、そこだけで、うん、今のメディアが多様化したこの中で生きてた人はあんまり女性アナウンサーでいないわけで、だってアナウンサーはもうアナウンサーで終わっていくじゃないですか、今はもう消費されていくじゃん、デジタルの世界になってもうそのいろんな情報が流れてますから、それはもうツイッターとかフェイスブック、まあフェイスブックはまだあれですけど、まあツイッターとかもう様々ですよ。それみんなだからよくこの中でね、みんな生きてるな人間ってって思いませんか。言いたいのよみんなね、今まで言えなかったのを言えるようになったからいやちょっとでもあれすごい体制だなと思う、人間って、多分こんな情報量の中で普通本当に平常心でいられないんじゃないかなって思う中で結構泳いでるじゃないですか、うん、私たち。それってすごいなと思いますね、うん、だからもう見たくないものは見なければいいんだよね、うん、と思います。こんなに情報を氾濫してる時、僕なんかウィキペディアというの自分のことを書いてるのを一切見ませんから、それから僕におそらくなんかいろいろこう言ってくる、ね、情報いっぱいあるじゃないですか、一切見ませんから。あ、そうなんですね。だから何の影響も受けません私ね結構エゴサーチします。エゴサーチしちゃダメなんだってしちゃいますね。誰が何言ってるのか分からないんだから、ね、ニュースやってたらした方がいいかなと思っちゃうタイプです。ダメやっぱりいろんな意見の人いるから、うん、いろんな意見が相手で、ね、バカバカしい意見がいっぱいあるから、だけどそれをスルーする技ももう何十年でできてるんですよ。だけど何個か、あ、自分が気がつかなかったことを指摘してるなっていうのもある。いやいや、まあ、ほとんどバカバカしいそうですか、うん、そのだって自分のこと書かれてね、自殺した木村さんという女性とか ね、はい、それで悩んでる人いっぱいいるんだよな、書かれて、あれもそうですね、もうそれは事実であるないこともあることも含めて書かれるわけじゃないですか、はい、それ読んだらいちいち一喜一憂してたらさ、たまらんですよ。そうですね、だって一喜一憂はしないんだな私。なしない、しないです、全然しないですね、うん、強いから普通の人するのよ、だからあれ、ね、普通じゃないの、あなた普通じゃないから、一喜一憂するのが普通の人ですよ。だってそれじゃ自分のことあることないことを含めて、ああでもない、こういろんな、要するにだからそれはさ、自分のなんかこうなんていうの、性格とかね、人格とかね、そういう批判になるとそれは耐えられないと思う。だからそのタレントさんで亡くなってしまう方とかもそうだけど、私の場合には自分が発信したニュースのことについてバッてくるんですよ。
そうするとそれを見て、あ、自分の言葉のここが足りなかった、いやここの真意は伝わってないのはここの書き方が悪かったんだろうなとか、意外に勉強そのレベルならいいですよ、ね、そのレベルじゃないから。そうですよ、そうそうそう、さあだからあの玉石混交で来るから困るんですよ。わかります。だからもう最初から跳ねた方がいいです、うん、もうその玉を見つけに行かないでいいですよ。これってね、でもね、見つけに行かなくて、あ、いいですか。いいんです。あ、なるほど。あなたの正義で生きていけばいいの。うん、だってそんなね、私の意見大丈夫かしら。いや、大丈夫かしらじゃなくて、で誰がどう思ってるかしら。違うでしょ。シーンが伝わってないなって思った時に、自分の書き方のここが悪かったんだろうか。伝わりません。そういう人に。あ、そうなんだ。いくら言っても伝わりません。そういう人には。わかりました。だからそういうのはもう。初めからもうね、あえてしない。なるほど、うん、そうでなきゃこのデジタルの世界は生きてられないですよ、本当に。よっぽどひどいこと書かれたんですか。いや、見てない、見たことない。あ、そうなんだ。僕はもう最初から見てません。なるほど。田原さんにしてみれば絶対戦争をさせない。あの田原さんが私に言われた言葉が、ジャーナリストとして生きるんだったら絶対に自分が軸を持ってないとジャーナリストになっちゃダメだよっておっしゃって、うん、私がテレ朝卒業した時に、で田原さんの軸は何なんですかって言ったら、日本に絶対戦争をさせない、強い野党を作る、言論の自由を守る、この3本のために僕はジャーナリストをやってるっておっしゃったんですよ。で永野さんはもしこれからテレビを卒業してジャーナリストやっていくんだったら何かあるのって言われて、一番最初に頭に思い浮かんだのが女性の国会議員を増やしたいと思って、うん、でこれは別にフェミニズムとかそういうあの論点じゃなくって、やっぱりその人口半々、男女比半々の中で女性、今企業とかは人口半分のニーズを無視したらビジネスチャンスがなくてもう死ぬって、企業は倒産するとかっていうので、ビジネスチャンスの開拓のために女性をこう社員で増やしたいとかっていう動きになってるのに、うん、政治だけは人口半分のニーズを反映できないシステムになってることは損だなと思って、でだからそういうジェンダーとか人権じゃなくて、やっぱり女性の国会議員を増やして人口半分を反映させることで、日本がもっと突破口でもっと何かいいあの前向きなそういう政治にならないのかなって、生きやすい社会とかっていうふうにならないかなと思って、で初めて私キャスター卒業して超党派の議員集めてクォーター制の勉強会っていうのを始めたんですけども、なんかそういうメディアの人間としての働きかけっていうやり方を自分はやっぱりやっていきたいなと思ってたんですよね。うん、そうですね。だからそれはね、うん、あのすごく大事なことだと思いますけど、うん、その自分の立ち位置を持つということがね、うん、でそれはよく考えてみたら、うん、人類の歴史の中で見るとね、うん、男女 その役割っていうのはこう変わっていくわけですよ、うん、でその中で今どこにあるのかっていう、その歴史の中の今のある、うん、今のポジションというのは、うん、で これからどうなっていくか、うんうん、こう歴史、長い歴史の男と女の歴史の中で今ここが、うん、ここは変えなきゃいけない、うん、というそういう歴史観にちゃんと支えられて、うん、その男女ジェンダーの問題を発信していくと、すごく大事なこと。そうですよね。だからこれまで努力されてきた女性の先輩方があって、うん、私たちは古今の男女雇用機会均等法の第一世代なんですけども、うん、っていうふうに流れてる中で、まあ、今じゃあ自分がこの年になって何をすべきなのかなっていうのはすごい考えるし、まあ、これまで自分の夢も叶って報道もできて本当に楽しい人生だったんで、ちょっと今何か恩返しできない、うん、いやだからそれはもう声を大きくしてどう、うん、あの後のように伝えていく役割は持ってると思いますよ。で僕は、まあ、田原さんと一緒で、うん、僕もう唯一やっぱり戦争だけは二度とさせないというのはもう気持ちとしてあるので、僕の立ち位置はそこなんです、うん、もうそれしかないです、うん、そうですね。でそれに つながるいろんな仕組みとかいろんなものがあるから、うん、それはダメだよってこう一つ潰していきたいんだけど、うん、だから冤罪なんかも基本的にそうなんですよ、うん、冤罪になぜ僕らや仕組み取り組んだかっていうのは、権力が間違ったことを平気でやっちゃうっていう社会はやっぱりダメだろう、うん、それは最終的に戦争につながるんですよ、これは、うん、歴史を見ると、うん、ね、権力が好き勝手やって間違ったこともこれはやるぞって言ってやってるわけですよ、うん、だからそれをやっぱり冤罪でもそうだし、もうなんか
あの権力犯罪のようなものは全部監視していかなきゃいけないって、僕らもあの僕があのメディアに関わった時代がそれはやりたいと思ってた、うんうんうん、これから先はまた違ってくるから、うんうん、僕は同じことやるとは言いませんけど、うんうん、あの僕は少なくとも戦争は二度とやったらダメだなと、はい、でも日本人はもうすあ戦争に持っていかれる国民だなというのは、うん、もうまあ台湾とか、まあ、中国とか韓国とか北朝鮮とか、うん、なんかあのもう僕はないと思いますよ、でもやらないと思いますけど、なんか空気としてはね、そっち行っちゃうような空気は一部の世の中に存在するので、うん、それはダメだよって潰さなきゃいけないと思ってますよ。そうですね、うん、そんなに自分では感じてないんですけど、うん、俺もう82になったんだよって言い、まあ、言いたいわけ。あ、そうなんですか、うん、そう見てくださいって、おじいちゃんだよってもう、うん、それでそんなことないですよ、鳥越さん若いですよって言われたい。うーん、まあ、まああるかもね、それはね、そういう期待もね、うん、もうじゃあお約束のトークとして、うんうん、そういう期待はもちろんあるだろうなそういうことをわざわざ言わないもんね、そうですね、その年のことを、うんうん、でも年取ってくるとやっぱり言いたくなるんですね。本当ですか、うん、これは女性と逆ですね。もうそこでもう必死になってこうすがりすがって、本当に自分がいくつだか覚えてないです、うん、まあおそらくね70過ぎるまではいいですよ。70過ぎるとやっぱりもうちょっと年のこと考えないと思っちゃうんですよ、あと10年だからもう何ですか。やっぱり僕もあと10年だと思いますもん。本当10年あるかどうか知りませんよ、だけど、まあ、とりあえず10年生きてみようと。はい、うん、長野さんもあと10年頑張ってくる。なんで一緒にするんですか、もうそんなもう10年という時間一緒ですからね、はい、長野さんが、70になると俺が90になると同じ時間をそうです ね、はい、いや長野さんももしかしてそんな年になるかと思うよね。瀬戸内寂聴さんがおっしゃってたじゃないですか、うん、今を生きる。そう、今を生きるその通り、はい、今生きてくださいね。え、鳥越さんのこの99ですよ、寂聴さん。未来のことなんかどうでもいいんですって、まあ、いい言葉だなと思って聞いてました、この YouTube で。瀬戸内寂聴さん、今を生きるって。そうですね、あの、うん、瀬戸内さんだけじゃなくていろんな人がここ出てきてますから見つけてずっと、はい、拝見してます、うん、だから本当に私でいいのかなと思って今日参りましたけど、いや、よかったじゃないですか。多分ゲストが見つからなかったのかなと思って。いや、もう本当ですか。ゲストはいっぱいいますよ。本当ですか、うん、ありがとうございました。長野さん、どうも今日はいろんなことつまらんことを聞きました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ま、長野さん の、 あのなんか歴史的な立ち位置がよく分かって、僕は常に歴史的にものを眺めて見てるんで、長野さん智子の歴史的な価値とか歴史的な立ち位置ってここだな。あ、大きいんですよ、あなたの立ち位置は。それは女子アナ氏ですか。女子アナというか女性の女性のメディアの人間としてどういう流れを追ってきて、どういうふうにこう生きてきて、何を発信してきたか、何を言いたいのかっていう、これからの後輩に伝わっていく。ありがとうございます、うん、だから最後にジェンダーの話してもらったから、はい、それで良かったと思います。もう鳥越さんに与えていただいているような経験を無駄にしないように、はい、これからも頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。